昨年より8日早い冬の訪れです。今朝、大洲市長浜の冬の風物詩、肱川あらしが今シーズン初めて観測されました。放射冷却によって冷え込みが強まった早朝に起こる肱川あらし。大洲盆地で発生した霧が肱川に沿って伊予灘へと勢いよく流れ出す、世界でも類を見ない現象です。この肱川あらし、強い風を伴って霧が流れ出るのが大きな特徴なんですが、時折手元の風速計だと4メートルを超えるような強い風が吹いてきます。だいたいこの時間に撮ってるんですけど、今日が一番白いです今のところ今日が一番寒いこれで長浜にも冬が来たなっていう、生まれ育った小さい時からも見てきたので、ああこの風やって、はい、気持ちいい。午前7時の長浜の気温は11月中旬並みの 10.2 度、今シーズン最も冷え込んだ朝となりました。そんな中、半袖？あ、半袖です、寒くない？いや、まあちょっと寒いですけど、まあ、まだ大丈夫です。まあちょっとだけ痛いですね、手の先っぽが。肱川あらしは例年3月上旬まで発生し、寒さが増すにつれ規模が大きくなるということです。